ようございます。今日やっていきますか。なんか不思議なアイテムがあるな。招待状買ってみようか。1000円高え買ってみよう。まあ今日もね、あ、なんか言ってるな。ポケモン広場の隠れ家招待で売っている招待状持っていけば、もしかしたらなんかいいことがあるのかもって感じが。まあ仕方ねえ、栗の実行くか。次になんかダンジョンないかな。栗の実集め渡しないといけないんですよね。ちょめんどくせえわ。まあ依頼いっぱい受けれるようになったし、受けちゃってもいい。これついでにまたなんかやっとくか。ええ、つかあいつらマジでクソだな本当に。マンキーたち本当しょうもねえやつらだよ。まあ、適当にちょっと依頼こなしてからまた栗の実集め行きますか。マジでただの作業だわ。虹色組いいね。結構虹色組溜まってるからな。そのうちまとめて使ってもいいかもしんねえ。出た値引き交渉。これはね、なんか隠れ家の店で安く買えるみたいな感じだし、おお、キャンプ場やっぱ充実してるから仲間にできるな。全然こいつは別に仲間にならなくてもいいやと思ってあんまちゃんと見てなかったんだけど。おとりの種タウリン、あ、タウリンも悪くはないね。ゴールドランクさすがに遠いな。えい、スペシャルリボンこれ1個持ってるからね、そんないらないわ。マイナのところまで連れて行ってくれてありがとう。これがお礼ですはい。お、ルリリちゃん回復リボン、あ、これ回復すんのかな。そこまでだな。自然回復があるから、自然回復で特に困ったことないしな。お、プクリン玉いいね。節約バンダラは今ね、ゼニガメが持ってるんですよ。あの PP が減らないみたいなやつ、減らないっていうか減らない時があるみたいなやつね。ゼニガメが吹雪アホみたいに打つからさ、ゼニガメにもいいかなと思ってゼニガメに持たせてますね。おっと、クチートが仲間になるみたいだな。キャンプないんだけど持ってるから今これちょっと仲間にしよう。しかもちょっと強いね。スゴ技ゴリ押し持ってるな、まあ、グラチューがゴリ押しあるからあんま意味ないっちゃ意味ないけど、まあでもいいよね。いい技をお持ちですわ。メタモンが仲間になるマジか。ちょっと面白いね。これ仲間にしたいな。キャンプ2つ作るんだけど、でも金が足んないかもな。だって銀行から金下ろしたいんだけど、金下ろせないか。ちょっと4000あればとか言ったけど、高いところだと作れないな。1個だけならいけるけど、もうちょっと金持っとくべきかな。4000円しか持ってないですからね。なんか強敵がいるっぽいな。買いだめつけたんだけど、強敵助ける、戦うか、強敵と。この上にいるっぽい。あれ、こう逃げていくな、強敵が。こういったらさ、合流できそうじゃない。上上がってくるよ、多分。あれ、下がんの、そっち。逃げてねえかなんか、あいつ。あ、こいつ仲間がこの沢村敵かと思ったし、メタモン変われ。この下の部屋にいる。逃げるっぽいんだな、あいつ。なんかどこまで逃げる気だ、あいつ。上から行くか。戦いたいんだけど、強敵と電磁浮遊。次の回行ったらあれ作ろう。あ、これ合流できそう、強敵と。いたな、強敵のパッチールが。なんか色違いじゃね、こいつ。なんで今作なんかね、色違いポケモンがいるって聞いてたんですよ。待って、お前ら倒さなくていいぞ。あれ使おう、一回勧誘玉を使ってみよう。ちょっと仲間になれ。え、なんないの、なんないのかな、強敵は、まあ、試しに使ってみたはいいものの、まあ、先進むか。ここが多分最後の回なんで、これ使っちゃおうかな。もうザングース助ける直前になったらあれ使おう、プクリン玉。でこれでこのダンジョン終わったらあれやろうかな。マンキーのさ、クイモを探しに行こう。よし、じゃあここで使うか。お金大丈夫かな。4000円ぐらいしか持ってなかったような。
ケモンリスト、クチートは絶対仲間にしたいんだよね。どこだクチート。だいぶ見つけたポケモン多いな。あーいたいた。2700円。あーできるできる、高いけど。まあメタモンはもしかしたら無理かもな。同じ値段だったらいけないもんね。ちょ金もうちょっと持ってくるべきやったか。あとメタモンちゃん仲間にしたいんだけどさ。あれどこだメタモン。あれメタモンどこ。いなくねえか。あいたいたいた。うわ高は無理だなこれ。こう諦めるか。これなんかいる？サイホーマーも仲間、沢村ってさ。じゃじゃじゃ。キャンプリストから見てもいいか。どうせ作れないとこもあるからな。てか作れるとこがそもそもあんまない。2500円で作れるとこ。ああ、これがあるな。誰もいない。うわ、カレーもうちょい持ってくるべきやったか。まあ、クチート仲間にできただけでもよかったな。金とか預けなくていいか。死んだ時のリスクがでかいかなと思ったけど、死ななければ問題ないからな。もう金預けるのやめるわ。相当難易度が高そうな時行く時だけ預けよう。あれまた何かあんの。じゃあやるだけやるか。今回だいぶ仲間が増えた気がするわ。本気チケット虹色組なんかすげえ倒したから。本気チケット A か。え、しょぼ、こんなもんか。クチートはちょっと仲間にしたいよな。これは仲間にしよう。ゴリ押し持ってるし、かなり有能、こいつは。他にもね、あの後ちょっと仲間が増えたんですよね。沢村はもう、これもいいね。これはもともとある。じゃあもともとあるキャンプに入れられるんで、こいつはわざわざキャンプを作んなくてもよかった。ネタも仲間にできなかったけどね、代わりにサイホーンと、あともう一匹。あともう2匹ぐらいか仲間になるやつができたんですよ、あのあと。でまずねチルット、こいつも結構いいよね。投げ物アップ、これちゃんと読んでなかったけど、多分物投げるときに強くなるとかだろうな。であとはねメタング、メタングはなかなかのレアポケモンじゃないかな。これもたまたま作ってたからね、キャンプを仲間にできましたね。だいぶ仲間増えたわ今回。いいな。よし、じゃあこれ、この報酬もらったら行きますかね。マンキーの餌探しに。だいぶ長かったな今のダンジョン。まあ、動画的には多分3分とか5分とかその辺で終わってんだろうけど、カットしまくってるからこの辺は。まあ、この辺ストーリーと全く関係ないですからね。しかも行ったことあるダンジョンっていう、まあ、この辺はカットでいいと思うわ。まあ、一応この辺のなんか、おジャングス仲間になるか、いいね。売りつけテクニック、売るとき高くなるってこと、多分そうだな。これのなんか報酬もらったところだけは一応移したいと思ってて、いやそのアイテムいつゲットしたのみたいになるから。まあそこまで気にして見てる人がいるかは分かんないけど。よし、じゃあちょっと行きますかね。道具の整理をしたら、やべえ、ダンジョンでさリンゴをあげまくってたら、お腹空いて動けないポケモンに自分たちのリンゴが全然なくなってる。あと3個しかないんだけど、普通のリンゴ、まあ、最悪でかいリンゴとかがあるからそれを使えばいいんだけど、あんまよろしくないな。ちょっとたまにはちょっとチーム変えるか。ちょっとでもあれ変えよう。トリーター、全然違うポケモン連れてこうぜ。たまにはどうせここすぐ終わるし。グラチュー、まあ、ここまで固定だからね。誰にしようかな。ザングースとか行くか。でもアクタイプなんか、アクチートちゃん行こうかな。なんか弱そう、やっぱジャレツコ置いてるからまだマシな方だな。目打つリメガネ持ってるけど、まあいいや、もう帰るのめんどくせえ。これで行こう、出発。クチートはタイプが超強いですからね。鋼フェアリーって強すぎるだろ。攻撃防御ともにバランスのいいタイプですね。ん？よいしょ。
ここは4階で終わりだからとりあえずクリンの実をゲットすればそれでいいはず。うい、すげえパワー出せるようになったな、グラッチは。なんか敵は弱いですからね。いや、これ苦戦してる、もしかして。死神前まであの混乱しないもの持ってたんだけどさ、今混乱するようになっちゃったんじゃないですか。お前やめろマジで、ふざけんなこれ。よし行くぞ。あこれ散々荒らしておいて仲間になるのか、まあ仲間にするか。はい、10万ボルト。あでも80ダメージぐらい与えて死なないんだね。100ダメージぐらい必要ってことか。こいつはマジで悪いポケモンだから強い。タイプゴリ押しがマジで、タイプゴリ押しはただのゴリ押しか。お、リンゴ拾ったのでかいな。でも小さなリンゴか。でもこれね、小さなリンゴでもね、道中で倒れてるポケモン助けられるらしいんだよね。ちょっと今後は小さなリンゴをあげていきたいな、やつらには。その辺助けてるやつらには。自分たちが食うのはでかいリンゴ、でかいリンゴか、普通のリンゴか。でかいリンゴは逆に食わないからな、ちょっともったいないわ。微妙に硬いな。80ダメージでワンパンできないのはなかなかの耐久力。お、拾ったな。まあ、これストックでもう一個ぐらい拾っておきたいよな。頼むわお前ら、探してくれもう一個ぐらい。あいつらマジでさ全然働かねえからよ、あいつら。頼むぜグラッチ、拾おうぜ。あ、敵がいる。あ、お前か。えい、もう一個ぐらい拾ってきて、グラッチュ頼む。これ毎回1個しかないとかないよね。いや、ありそうだった。これクリアだもん、この回で。くっそ。まあ、さすがにそろそろ完成すんだろう、家も。なあ。さすがにそろそろ完成してもおかしくねえよ。あと一応コンパ仲間になったのはでかいな。仲間にしよう。これでさすがに完成するんだろう、秘密基地も。つか俺の家これになってんの。勘弁してくれ。てかさ、これ一応ボスとしてはゼニガメなんじゃないのかな。なんかグラチューの絵描いてあったけど、まあグラーズだしね。グラチューがチームリーダーってことでいいか。栗の実をあげよう。マジで働きお前ら、完成させろいい加減に。頼むわマジで、やる気出してくれ。もういいよそのくだり合い、もう早くさ頼むよ。おい、次の冒険生きてんだわ、頼むぜ。おい、サルドもおい、エテコードもさ、頼むわマジで。さあ隠して栗の実をもらったワンキたちはやる気を出し、救助基地の改築工事は再開されました。そしてとうとう、お、救助基地は完成したのです。やっとだよ、長かった。レベル変わりすぎじゃねえ。さっきまでグラチュ絵とか書いてあったじゃん。なにこれ。さ、ゼニガメお前これでいいのか、俺たちの基地。いいのかお前はこれで。とうとうこの日が来たんだ。グラチュとうとう完成したんだな。俺たちグラーズの救助基地が。かっこいい。何度見てもかっこよすぎるぜ、この救助基地。グラチュに似てるところがまたナイスだよな。すごく頑張っ、てかお前らすごいよマジで。現実世界でもやっていけるよ。みんな本当にありがとう。あのよ、ちょっと聞きたいんだけどな、救助基地が完成したってことはよ、もしかしてもう栗の実がもらえないってこと。母、当たり前じゃないか、もう工事しなくていいんだぜマンキー、今まで本当にありがとうな。ウキー、は、なんだなんだなんだこいつら。おい、ふざけんなお前ら。お前何するんだよ、やめろ。は？みんながマンキューを必死に止めたおかげで、救助基地は壊されずに済みました。ふざけんなよ、こいつら。またマンキーたちには栗の実をあげて、もう暴れないと約束した上で、もう家帰ってもらいました。あいつらマジで害悪のエテコーダシだったな。慌ただしかった救助基地の工事も終わったのです。でもこれ外観は変わったけど中身は変わってないんじゃないか、結局。あ、ちょっと変わってる。飯食うスペースとかできてんじゃん。でもこれ、これだけ？ほぼ外観だけじゃないか。上上がれるようになった。でも
上がれるようになったけどさ、そんだけこのなんかロフトみたいなのができただけじゃん。いらねえよ。まあまあいいや、まさに俺の基地だからな。おはようグラッチェ。一晩開けてもやっぱりかっこいいなこの救助基地。新しくなって心機一転って感じでやる気もより湧いてくるぜ。グラッチェ今日も救助の仕事頑張ろうな。ポスト見とくか。新たな床、新種、超ビッグなプレゼント。お、Sか、いいね。究極のダンジョン、真の実力が試される究極のダンジョン。世界のどこかにものすごいダンジョンがあるらしい。そこはレベル5で突入せねばならず、道具も持っていけないという。制覇したチームは未だおらず、また力ではなく己の知恵と危険が試されるゆえ、まさに究極のダンジョンと呼ばれている。まだクリアしたことあるけどな、穴抜けの玉で。よし、じゃあまあ今日はこの辺で終わりでいいか。なんかちょっとグダグダしたけど、まあいいでしょう。やっと救助基地がね完成しましたね、なぜ2画目。ということでお疲れ様でした。